よいしょ。皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、2023年、1本目の動画はじゃーん、こちらナノユニバースのレディースの福袋を買いましたので、こちらを開封していきたいと思います。はい、実際にね、着ている様子をお送りしたいと思います。こちらは、楽天の楽天ファッションというお店で買いまして、1月、ね、1日に届きました。ありがたやですね。はい、ナノユニバースの福袋を毎年のように買ってましてですね、本当にナノユニバースの福袋使えるものが多くて、すごい気に入ってます。今年はどんなものが入ってるんでしょうか。開けよう。いやー、楽しみ。じゃん。はーい、こんな感じでドーンと福袋入ってます。いや、結構大きい。おー、じゃーん。私はこんな感じで白いね、パッケージでナノユニバースのロゴ、前と違うロゴですね。はい、改めて私が買ったのはナノユニバースのレディースの福袋で、値段は税込み1万1000円でした。1万1000円の福袋で、ナノユニバースの福袋何パターンかあるんですけれども、私はパターン1を選んでみました。はい、サイズはフリーサイズです。じゃん。よいしょ。はーい。こんな感じで入ってまーす。お、結構入ってるんですかね。服何枚入ってるとかよく見ずにね、買ったんですけれども、いつもナノユニバースはなんか一つのコーディネートが、出来上がるみたいな感じの服が入ってた気がするんですよね。はい。まずじゃあ上から取り出していきます。お、厚みがある。まずじゃーん、こちら。お、なんか真っ黒、黒いです。あ、これはアウターですね。あ、え、めっちゃ良さそう。え、おー、はーい。え、めっちゃいいじゃん。はーい、こんな感じの丸い首のアウターでーす。はーい、ボタンがね、こういう感じのボタンで、内側にボタンがついていて、こうパッと見ね、ボタンが外側に見えないような感じのアウターですね。あ、いいじゃん。黒いこう綺麗めのアウターって持ってなかったんでね、すごいいいじゃん、使える。あのユニバースのロゴが書いてあって、中はまあ普通のツルツルっとした素材ですね。ちょっとこれ、ちょっと後でね、後でまた全身着てみようと思うんですが、とりあえずこれで着てみよう。あ、いいじゃん。おー、あ、いい感じ。あの、そんなに分厚くなくて軽い感じ。え、すごい着やすい。寒い時はね、これにね、スカーフとかぐるぐる巻きにして着たいという感じですけど、めっちゃいい。いや、ちょっと一つ目から当たりですよ。いや、なんか福袋いいもの入ってると、なんか今年一年いい一年になるような気がして嬉しい。いいじゃん。一品目から良かった。じゃあ二つ目行ってみます。じゃん。お、わ、これはまたシンプルな、よ、お、これはブラウスですね。はい、じゃん。はい、こんな感じの白いブラウス入ってました。はい、またこれ襟元が丸い感じでリボンがついてます。で、ここがなんか肩のところがクシュクシュってなってて、この袖の部分もちょっとクシュッとふわっとなってるような感じで、ちょっと可愛い感じのデザインのブラウスですね。あ、すごい。あ、いいじゃない、いいじゃない。素敵。まあ本当に可愛いデザインだけれども、まあでも30代のね、私でも着れそうな可愛さっていうか、そこまでこうすごいブリブリっていう感じではないっていうね、可愛さ。なんか素敵なママとかこういうの着てそう。なんか入学式とか、なんかそういう綺麗めなの着てかなきゃなんないみたいな時に良さそう。襟の後ろもね、後ろもこうクシュッとふわっとしていて可愛いですね。オーケストラとか、そういうオーケストラ、大人のなんかコーラス部とかで着てそう。いや、でも可愛い、いいですよ、いいですよ。この黒いコートとも合うんじゃない。はい、じゃあ3つ目いきます。じゃん。
お、緑っぽい、カーキ色っぽい感じの服ですけれども、お、はい、あ、スカートかな、はい、はい、こんな感じの薄手のスカートです。このなんていうのこれ、マーメイドスカートっていうんですか、なんか下の方がこう広がってる感じ、割と結構薄手で春先とか良さそうな感じ。マーメイドスカートってちょっとね、私持ってなかったんでね、いいじゃん。このブラウスと合わせてぴったりですよっていう感じですね。あ、素敵。なんか前買ったなんかいつものナノユニバースよりよりなんか綺麗めというか、綺麗なお姉さんとかが着そうな感じな気がする。いいじゃん。こう形は可愛いけれども色はシンプルだからね、20代でも30代でも40代でも50代でも全然着れそうな感じで、いいじゃん。これ最後かな。お、最後だ、4つ目じゃーん。よ、あ、これはカーディガンですね。これはちょっと紺色っぽいカーディガンです。こういうリブ素材のカーディガンです。お、シンプル。あ、すごい、めっちゃ伸びる。まあ、このスカートにもブラウスに羽織ってもいいしみたいな感じで、夏の最初の方まで着れそうな感じの薄さ。いいじゃん。こんな感じです。以上です。はい、じゃあちょっと実際に着てみたいと思います。まず1つ目、スカートとブラウス着てみました。あら、いいじゃない。ブラウス、これ合ってる、これブラウス、ここがなんかここピシッとしてほしいけど、ここはピシッとならない、これでいいのかな。はい、こんな感じで腕がふわふわっとこうしている感じで、クシュクシュっとなる感じ、こんな感じで、後ろもこんな感じで、とても清楚な感じ。お腹出てるから割とギリギリだったんですけれどもこんな感じのシルエットで、ちょっとここのお肉隠したい感じですけれども、まあしょうがない、なんか清楚なママっていう感じで、カーディガンを羽織ってくださいってことですよね。あら、なんか学校の先生みたいななんか音楽の先生みたいな、こんな感じ。あら、すごい、これ着心地いい、このカーディガン、すごい羽織り心地いいです。ちょっと長めなんですね、ちょうどお尻のちょっと上ぐらい。アウターこんな感じで、いいじゃん。このアウター、まあったかいけど、そこまですっごい分厚い重いアウターじゃないから、あの、ほんと気軽に毎日、気軽になんか子供と汚れそうな時でもなんか着れそうなぐらい、気軽に着れそうな感じのアウターですね。襟がこんな感じになってて、ポケットもちゃんとあります。こんな感じです。このスカートとこのアウターって合うのかな、ちょっと分かんないけど、まあいいか。はい、こんな感じでした。はい、はい、ということで、今年のナノユニバースの福袋は、去年とかよりもよりなんか綺麗っぽい、より女性のこうシルエットをこう綺麗に見せるような、わかんないですけど、あの、綺麗めっていう感じの福袋だなと思いました。はい、ちょっと自分では買わないような、あの、スカートとか綺麗な感じのデザインのブラウスとか入っていたりとかね、黒いコートもすごい使えそうだし、いや、よかったかも。ちょっとあの、今年2023年はちょっとね、綺麗なお姉さんみたいな、綺麗お姉さんって年でもないけど、なんか綺麗な女性みたいなね、感じのファッションしたいなってちょうど思っていたところなので、いや、ちょうど嬉しいです。はい、また違う福袋も買っているので、また次の動画でも福袋、開封動画やっていきたいと思います。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。